ティムリームはアメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身のプロサッカー選手。サッカーアメリカ合衆国代表。フラム FC 所属。ポジションは DEF。高校時代39アシストの学校記録を打ち立てた。卒業後はセントルイス大学に進学。在学中 US セルプレミアデベロップメントリーグに所属する。 シカゴファイヤーのリザーブチームでプレーした2010年のドラフト2巡目でニューヨークレッドブルズに指名された。2012年1月、ボルトンワンダラーズ FC に移籍。2015年8月、フラム FC と4年契約を結んだ。2010年11月、代表初招集。同月開催の南アフリカ戦でスタメン出場し初キャップ。 2011コンカカーフゴールドカップではグループリーグの2試合に出場したが2戦目のパナマ戦で PK を健常する失態を犯してしまい続くグアドループ戦と決勝トーナメント4試合をすべて欠場したその後しばらく代表から遠ざかり2013年8月に約2年ぶりに招集されたしかしボスニア・ヘルツェゴビナとの親善試合には出場しなかった 再び代表から遠ざかったが、2014年9月のジェコ戦でおよそ3年ぶりに出場を果たした。2015コンカカーフゴールドカップでは、ハイチ戦に出場した。2016年5月の親善試合、プエルトリコ戦で初ゴール。ありがとうございます。